子供の頃はセミの鳴き声を聞くと、夏休みが来たと心が躍ったものでした。今は氷の音を聞くと心が踊るようになりました。パー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 、お前が歌うんかい。
いたします。焼き飯追加ですね。ちょっとお待ちください。僕が大好きなこの場所は相変わらず開放感のある素敵な空間でした。ここは70代の可愛いご夫婦が営むカフェです。パンやケーキや植物を育てながら老後を過ごしています。羨ましい人生だなっていつも僕は思います。人はそれぞれ価値観が違います。子供の頃は何も考えずただ夢中にボールやトンボを友達と一緒に追いかけていました。でも大人になるとトンボ自体に価値を見出せず、捕まえてどうするって自問したり、捕まえたらトンボがかわいそうだってトンボの気持ちを考えるやつもいます。人はそれぞれの価値観の中でそれぞれに生きている。ただ俺は未だにトンボと人質に価値を感じている子供のようでした。助けて神様。
メンバーシップの皆様こんばんは。突然ですがあなたは、動物を飼ってますか？僕はね、外猫にご飯をあげてるんですが、その猫がこの間半殺しのセミをね連れて帰ってきまして、もうびっくりしましたが、まあ娘はね、これはご褒美なんだよつってからめちゃくちゃ褒めたんですよ。これ猫ちゃんに、おりか、すごいね、ありがとうね、みたいに。それからね、その猫がね、ちょっと調子乗りましてね、次に半殺しのトンボ、半殺しの大きなガ、半殺しの大きな蝶々を持ってきまして、もう、辛い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 。そして、挙句の果てはこの間、大きな半殺しの、コウモリを連れて帰ってきてました。あ、怖かった。
俺やったらソースやね。タルトルかな。これがね、強めの人が多いか。